しっていうところだったのに、魔物にも分かっちゃうのかな、あたしの可愛さが。ほんと、あたしって罪作りな女よね。美少女ルアナちゃん絶体絶命のピンチなんてね。と、冗談言ってる場合じゃなかったか。こんな時は白馬に乗った素敵な王子様が颯爽と現れるっていうのが定石なんだけど、そんなことあるわけ。あれ？言ってみるものね。それとも普段の行いがいいせいかしら。白馬じゃないけど白は白だしね。大丈夫か？こんなところで何やってるんだ。たまたま私たちが通りかかったからいいようなもの。偶然ではありません。これは必然です。彼女はあなたと同じようにレオンハルトの魂に引きつけられたのです。私があんたに引きつけられただって？どういうことか納得のいく説明をしてもらおうか。いや、そんなことを俺に言われても。なんだかパッとしない白馬の王子様ね。ここは一つ気分出しとかないとね。わあ、助けてー。何のことか本当に俺は知らないんだ。後でディシャナにでも聞いてくれ。それよりも今は彼女を助けることが先決だ。なんだよそれ。分かったよ、ディシャナに聞けばいいんだろ。無益な血は流したくない。引いてくれ。これで決めるよ。行くぞ。遅れるな。私にだってできるんだから。滅する。この程度なら。遅いね。これで決めるよ。行くぞ。Thank you.
大丈夫ですか？怪我はありませんか？平気平気、助けてくれてありがとう。いえ、怪我がないようで何よりです。こんな時は可憐な女性がお一人でこんなところを旅するなんて危険ですよって言わない？え、ああ。何困ってるんだ？そんなこと言わなくていいんだよ。それよりも、こいつも引きつけられたって言ってたけど、どういうことなんだ？レオンハルトには人を引きつける力があります。だからこそレオンハルトと契約を交わしたのです。人を引きつける力？何それ？俺にもよくわからないんだが。あ、ちょっと待って。君のことをどこかで見たことあるような気がするのよね。グリダマスの隊長だよ。はあ、もしかして金色のレオ？ああ、もう、うるさいな。でも、グリダマスの、しかも金色のレオが、なんでこんなところにいるの？ここはもうリグルス領よ。リグルスに向かっているからね。訳ありってことね。それじゃあ、私も一緒に連れてってもらえる？私もリグルスに行く途中だったの。ついでに、訳ありな事情について話を聞かせてもらっちゃおっかな。いいでしょう。事情は私が説明します。それじゃあ決まりね。私はルアナ、これからよろしくね。何がよろしくだよ。あんた、さっき戦えたんだろ？あれ、わかっちゃった？いいじゃない。ちょっと気分を出してみただけよ。運命の出会いって演出が大切でしょ？何が運命の出会いだよ。いいか、私らの足手まといにはなるのよ。そうならないように努力はしてみるわ。